シュードモナス属、シュードモナス属、属、プソイドモナスとは、プロテオバクテリアモン、ガンマプロテオバクテリアズナシュードモナス科に属する、グラムイン性抗起性肝菌の属である。本来のラテン語読みであるプセウドモナスと呼ばれることも、ある、シュードモナスは、英語発音に近い。病院内において、多在体制を獲得し、その感染症が、問題になる、緑納菌、ピアイルギノサ、を含む、 シュードモナス属である菌種を、シュードモナス属菌という、現在218の種と18の亜種が知られている。この属は、イカ特性が非常に多様であり、このため幅広いニッチに生息している。インビトロでの培養が容易である点と、ゲノム DNA の増幅が可能である点により、学術的研究において重要視とされてり、 人間に対する日和未感染や院内感染の原因菌である p ルギの差、植物の病害や障害の原因菌であり、一方で生物防除用や人工降雪用として注目されている P シリンゲイ。生物として世界で初めて特許登録された土壌微生物であり油分汚染に対するバイオレメディエーションに有用な P プチラ。 植物病原性を持たず植物成長を促進する P ・フラレソンズなどが特に研究されている。水腱や草子葉類といった植物の種子にも見出せるため、シュードモナス属は微生物学の歴史の初期において認識されていた。シュードモナスという言葉は、シュードモナスを発見したと主張したが1894年から1900年に、 グラムイン制で感情の極弁網を持った細菌という曖昧な定義をして生まれた、後にワルテルの発見は微粒子の見間違いであるとが証明された。分子生物学的な分類手法が登場する以前の形態学的にシュードモナス属を定義していた特徴は以下である。その他のシュードモナス属一般の特徴として以下が挙げられる。 フルコースを用いたヒューレイフソンテストにおいてガス形成はしない。血液観点場地上でベータ溶血性を示す。インドールテストとメチルレッド、に陰性であり、クエン酸テストに陽性である。その生息域は幅広く、土壌、淡水、海水、植物や動物の組織、天然の霜、蜘蛛などを含む。石油、農薬、 重金属などで汚染された環境においても生育する、株も損する。P プチダ IH-2000 は高濃度のトルエン中においても生存できる。様々な有機化合物を分解する能力があり、自然界における分解者であるため、地球上の炭素循環に大きく貢献していると考えられている。シュードモナス属菌は、霜や雲にも分布している。 下や雲を形成する核として、シュードモナス属菌は最も一般的である。一部のシュードモナス属菌が凍結核となる理由は、細胞膜中に氷核活性、タンパク質を産生する性質による。なタンパク質は比較的高い温度で、水の凍結を促進する。凍結核となる性質は、シュードモナス属菌の重要性の一つである。シュードモナス属菌は、 世界中の雨や雪の発生に最も重要であると考えられている。P シリンゲイは植物の障害における最も大きな原因であると同定されている。イナタンパク質は人工雪の生産に用いられている。シュードモナス属菌の多くは蛍光色素を産生する。その多くはピオベルジンを分泌する。プソイドモナスフラレソンズはチオキノロバクチンを分泌する。 P. フラレソンズグループの種は一般に緑色気味の水溶性色素を産生する。相当数のシュードモナス属菌が存在するとき、アルギン酸といった菌体外多糖の分泌によりバイオフィルムが形成される。バイオフィルムはシュードモナス属菌にとって都合の良い生息場所とり、また外的や物理的ストレスから保護する。例えば、 哺乳類の白血球による鈍色や調理による除去を困難にする。日和未感染の病原菌である P アエルギノサによるバイオフィルムの形成は遺伝性疾患である脳放性繊維症 CF 患者に対する P アエルギノサ感染の原因となる。このバイオフィルムは軌道内の粘液に形成され P アエルギノサの生息場所となる。それに加え CF 病患者のバイオフィルムに生息するアイルギノサは嫌気呼吸を行うようになる。グラム陰性菌であるため、大部分のシュードモナス属は、本質的にペニシリンや、その他のベータラクタム系抗生物質に対して耐性を持つが、ピペラシリン、イミペネム、チカルシリン、またはシプロフロキサシンに対して感受性を持つ。このため、これらの抗生物質は、 治療に用いられるが、その他、トブラマイシン、ゲンタマイシン、アミカシンのようなアミノグリコシド系抗生物質が治療に用いられる。P アエルギの差は、臨床現場における日和未感染の病原体である。抗生物質に対して、低感受精であるため警戒されている。この低感受精は、染色体に高度された薬剤耐性遺伝子、例えば、メキサブオプム。 メキシーなどによる多剤排出ポンプ及び細菌細胞のエンベロープの低等化性に起因する多剤排出ポンプは細胞壁中の膜貫通タンパク質ポリンであり抗生物質が効果を表す前にこれを細胞外へ排出する P アエルギの差が抗生物質の低感受性と抵抗性を獲得することがある染色体の遺伝子の突然変異及び 抗生物質抵抗性の決定因子の水平電波はその原因となり多剤耐性の発生も引き起こす。また、体細胞腸変異は慢性の感染症を引き起こす緑脳菌種の薬剤耐性獲得の原因の一つとなる。また、インテグロン中にいくつかの異なる薬剤耐性遺伝子が集まおり薬剤耐性決定因子の獲得につながる。複数の研究は バイオフィルムの形成、または変異体の小コロニーの出現に関連する体制表現型が緑脳菌の抗生物質処理への応答において重要である可能を示している。シュードモナス属の感染性種は P アエルギノサや P オリジーハベティンズ、P プレカグラシスイダなどである。緑脳菌は非常に広大な分泌系を有しており、院内感染の原因は 緑農菌が分泌する多数のタンパク質であると考えられている。一部の種は環境中の科学汚染物質を代謝することができるためバイオレメディエーションに利用することができる。バイオレメディエーション剤として適切であると実証された種として一家が含まれている。1980年代半ば以降農作物への病原菌の繁殖を防止するため シュードモナス属の特定の菌種が穀物種子または農耕地に散布されている。このような行為は一般的に生物防除と呼ばれている。P フラレソンズや P プロタジアンズの生物防除特性が現在のところ最もよく理解されている。ただし P フラレソンズがどのように植物成長促進効果を実現しているかは明確になっていない。一つの理論として 宿主植物への全身抵抗性を誘導し、宿主植物が本当の病原体に対してより強い抵抗性を示すようになり、一方で P フラレソンズが生存競争で土壌病原微生物を抑えるためと考えられている。P フラレソンズが他の微生物よりも生存競争で優勢となる理由として、鉄キレート剤であるシデロホアを利用するため鉄分の 獲得競争で有利になるためや、フェナジン系の抗生物質やシアン化水素のような他の土壌微生物を抑制する化合物を生産するためと考えられている。2005年に行われた研究結果はこの理論を支持している。生物防除特性で注目すべきその他のシュードモナス菌種として特定の植物病原性神菌に対して働くフェナジン系の抗生物質を産生する p. クローローラフスや、その禁煙種であり、グラム陽性微生物に対して働く、抗生物質 DI、di- に、4ダイアセタルフラーローグルーチロメセンを産生する、p. オンタイア化がある。シュードモナス属の代謝多様性と、低温での生育能力と、非常に広範な分布とにより、多くのシュードモナス属菌種は、食品の腐敗の一般的な原因である。代表的な例として、 P フレイジャイによる肉類や酪農製品の腐敗、P タイトローリンズや P マディッコランズによる卵からのカビの発生、P ランデンシスによる牛乳、チーズ、牛肉、魚肉の腐敗が挙げられる。シュードモナスの増殖による食品の腐敗は果実のような周期を生じさせる。シュードモナス属という語は19世紀末にワルテル、マイグヤラによって作られた。当時、 この俗名の語源は説明されなかったが、第7版、当時における、最近の学名命名法及び、分類法の標準だった書籍では、ギリシャ語におけるスーズイコール、偽物のと、モーナスイコール、単一単位の合成語であると記述されている。しかしながら、おそらくマイグヤラは、偽物の、を意図して名付けたと考えられている。 マイグヤラの定義から数十年でこの属に割り当てられた種名の数は膨大となり問題となった。マイグヤラの定義は曖昧であり一致する種が非常に多かったためである。しかし多くの株は主観で保存された高分子に基づく方法や新しい分類法に基づいて再分類された。例えばリボソーム RNA の配列や組成の類似性に基づいた分類法は そのような分子生物学的手法がまだなかった当時に分類された種で構成されたシュードモナス属が5つのいわゆるなホモロジーグループ、すなわち異なる属に明確に分離できることを明確にした。現在登録されている種の数は当時と比べて90%以上減少している。2000年に 16S な系統解析により多くの細菌種が再分類された。その結果、 以前は、クラシミューナズ族とフラビモナズ族に分類されていた株を、シュードモナス族は含むことになった。シュードモナス族とされていた一部の株は、バークホールデリア族、または、ロールストニア族に分類され直されている。2000年には、シュードモナス族に分類されている一種のゲノムの配列決定が完了した。より最近では、PRG のサパを1。 P プチダキロトン 2440P プロタジアンズ PF マイナスの P シリンゲイパスバートマト DC3000P シリンゲイパスバーシリンゲイ B728RP シリンゲイパスバーフェイジリカ 1448AP フラレソンズ PF0 から 1P タマフィラ L48 を含む様々なシュードモナス菌種のゲノム配列決定がなされた シュードモナス属は現在、ガンマプロテオバクテリアズナに分類されている。アルファプロテオバクテリアズナ、ベータプロテオバクテリアズナ、ガンマベータプロテオバクテリア、ガンマプロテオバクテリアズナ、イプシロンプロテオバクテリアズナ。2000年に行われた1 6 s ス系統解析により、シュードモナス属136種は5つのグループに分割され、各グループに種が分類された。 P アエルギノサグループ、P クローローラフスグループ、P フラレソンズグループ、P パートシンアゲナグループ、P プチダグループ、P スタッツリーグループ、P シリンゲーグループ、所在位置不明、シュードモナス属に感染するバクテリオファージの例として以下がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。